さあ、こんにちは。ゆたかさん、はい、なんかゆたかさん現役の時って、うん、なんかゆたかさんが例えばなんか打った時の、はい、例えばパフォーマンスだったりとか、こうベンチ戻ってきた時になんかルーティーンみたいなのってありました？俺さ、はい、ルーキーの時だったのかな、はい、だから決勝タイムリーかなんか打ったかなんか、まあ2年目だったかホームラン打ったかなんか、はい、た時にちょっとこうやってガッツポーズしたんだよね。はいはい。いや、そしたらさ、翌日に社長に呼ばれて、はい、まあ、あの打たれたピッチャーの気持ち分かるかと、はい、でまだ勝負は決まってなくて、うん、その試合の途中にそういうガッツポーズだとか、はい、まあ、まあ相手を下げすむっていうかさ、はい、そういった行為っていうのをお前どう思うかって言われたんだよ。で俺はそこまで考えてなくて、うんうん、自分の嬉しさだけで、でいや別に考えてないけどっていうので、で当初が来たんだよね。じゃあそういう、うん、パフォーマンスがどうのこうのとかさ、はい、で社長はそのパフォーマンスに対してはすごく嫌いな人で、まだ勝負が決してないのに、はい、それで喜ぶとか、でも試合が終わって勝ったとしても負けた敗者がいるわけだから、うん、そんなパフォーマンスなんかしなくていいという、そういう時代だったんだよね。そうなんですね。うん、だから生涯俺がガッツポーズしたっていうのはそんなになくて、あ、じゃあ本当そのルーキーかその2年目ぐらいの、うん、その時になんかその言葉がすごく胸に染みてさ、はい、唯一したのが斉藤正樹から9回に逆転ツーラン打ったんだよ、うん、はい、で斉藤正樹にずっと負けてて、うんうん、太陽が、うん、もう何十連敗食らってて、はい、斉藤正樹に勝てなかったんだよ、でツーラン打って初めてガッツポーズして、そこで、はい、覚えてんのは俺そのぐらいだと思う。じゃあほとんどパフォーマンスと、まあ、ガッツポーズあんまりしなかった。最初に出番くじかれたからな。それがなかったらしてたかもしれない。それがなかったらしてたかもわからない。あ、けど、はい、まあその時にやっぱこう相手を重んじるというかさ、はい、相手の心を考えろって言った時に、まあ、そういうことがすごく胸に染みたというか。じゃあ豊さんの周り、他球団であったりとかパリーグとかでパフォーマンスとかガッツポーズとかしてるんですか？我々の時代っていうのはそんななかったと思う。なかったですか？なかった。ピッチャーもそうでした？結構抑えた時とか、いや三振を取った時でピンチを切り抜けた時なんかこうやってあるけど、うん、あるけどなんていうの、それは守っててもよっしゃっていうような感じじゃない、はい、よし抑えたみたいな。派手なものはない。派手なものはなかった。だから時間が止まるときに派手にやるっていうのは、はい、まあ、ピッチャーが三振を取ってガッツポーズとか、うん、ぐらいで他はなかったな。え、じゃあベンチ戻ってきた時も例えばハイタッチとかあれ？いや、ないないない。ないですか？何にもなかったよ。だってホームラン打って帰ってきたらベンチは、あ、それはあるよ、ね、ハイタッチはあったよ、こうやって手出して、はい、それはあったけど、なんか最近派手になってるよな。いや、今各選手、うん、ホームランとかね打って帰ってきたらベンチ、ね、前でみんなでやってますね。まあ主だったらそのなんていうの、そういうこうパフォーマンスっていうのは、はい、まあ今ホームランだけど、はい、だから昔はちょっと昔っていうのは新庄が屋根からさ札幌ドームのこうずーっと降りてきたとかさ、あれすごかったですね。もあるし、はい、まあ一人が入団会見の時に中華街でピッコロだっけ、はい、まああいうのも衝撃的だし、あの2選手ってすごいそのイメージ強いですね。まあだからそのエンターテインメントといえばさ、うん、エンターテインメントだよね、はい、まあプロ野球だからさ、うん、まあそういうものがあってもいいし、はい、まあ、時代とともに見せ方っていうのは変わってきてるのかもわかんないよね。そうですよね。だから最近、まあ、最近でもないですけど、例えば雨で、あ、試合が中止になってなくなるってなると、みんなの雨の中ヘッドスライディングしてお客さんを楽しませる、まあ、ファンを意識して楽しませるというね、はいはい、それとか今はホームランが多いという走りから言えばさ、はい、ラムちゃんだよねいやゲッゲッとかやってフェードアウトしていくという。あれヤクルトの時からもうやってた。ヤクルトの時にやってたでしょ。もうやってたんですね、うん、だからあれが走りで、はい、
今のドスコイとかさ、みんなやってますよね。まあ、みんなやってるやってる。あと柳田選手もそうだし、うん、特にでもあと外国人選手多いですよね、パフォーマンスみんな。まあ外国人選手、まあボアなんかわーってやってるけど、あとベビーシャーク、うん、これはね、はい、まあベビーシャークはあの向こうでも、はい、まあ、やってたみたいだけど、うん、なんかあのメジャーリーグはさ、はい、例えば派手なガッツポーズしたりとか、はい、そういうことをやると次必ず当てに来られるという、はい、まあ、伝説的な話があるんだけどさ、うん、だから日本もやっぱそういう派手にしない方が、うん、まあ、昔はよくて、はい、今はこう見せ方っていうのがまたちょっと変わってきてね。そうですよね。だからまあそれはそれでもいいなと思う。あれあのベンチ前で、うん、ああいう例えばドスコだったらみんなでやるのは別に相手の投手に対しては特に相手の投手は何とも思ってない。いや腹立つと思うよ腹立つと思うけども結果が全てだからもうしょうがないね。まあそれも一つの見せ方といえばさ、はい、見せ方で、まあ自分のところのチームもホームランを打ってくれば、うん、そういうことをやるわけでしょ、はい、まあ 50-50 だよね。だからもうしょうがないよこれはね。そうですよね、うん、この前見てて面白かったのは、はい、ヤクルトの上田、おう、はい、上田選手、あれがカメラの横にいるんだよね、はい、でホームラン打って帰ったらカメラの方ずっと見てるんだよまあああいうのも何もしないけどプッと笑えるというさ、静かな笑いですよね。静かな笑い、うんうん、だからまああれはあれでまあ上田の狙いなのかなっていうふうには思うけど、うんうん、すごい面白かったよね。そうですよね、面白かった。あれって自分でこれやりたいですって言うんですかね、それとも誰かがお前やれよみたいな先輩が、まあ、なんかやれよっていうふうに言われるか、はい、自分で考えてやるか、はい、まあだよね。でもそれを見たさに応援するじゃない。ああ、まあそうですね、まあ、やがったらみんなでどすかーって言ってさ、はい、まあマッチもそうだよね、ま、なんかマッチの、あ、そうだよ、うんうんうん、そうですよね。あれ走りって誰なんですかね。走りはだからラミちゃんだと思う。ラミちゃんがゲッツから始まってる、ゲッツから始まって今の流れってことですか、ね、うん、アインかな。あ、どっちが先なのかね。どっちですか、ね、まあ両方一緒にやってたよね、アインもゲッツ、あのプラスアルファにしてってことですよね、うん、だからまあそういう意味ではすごくそれを見たさに、うん、まあラミちゃん打ってくれないかなとか、うん、山川ホームラン打ってどうすかやってくれないかなとか、はい、まあそういう期待感は膨らんでるファンはたくさんいると思うよね。そうですね。でもやっぱファンがいるといいね。ねえ、4月10日から、ね、はい、まあ、5000人という限定の中でやり始めたけど、はい、だけどドスコイってやってもさ、うん、誰もいないところでやるよりは、はい、やっぱ児玉みたいに帰ってくる一緒にね、はい、まあ、そういうことがあるっていうのはいいね、やっぱりね。ですよね。やっぱりなんかファンがそこにいてからこ、いるからこそのあのパフォーマンスってなんかこうね、合致しますよね。まあでもみんなマスクしてね、うん、エチケットを守りながら応援してるけど、はいはい、早くマスクが取れる時はないかね。声援とかやじとかさ、まだ難しいんでしょうね。まあまあ難しいよね、感染者増え続けてるしね、はい、でまあ段階的ですけど今5000人で今度はあの主要人数 の半分っていうふうに、うん、まあ、段階的に増えていくんで、うん、そうなってくると、まあ、どうなるのかなとか。まあまあそうだね、うん、だけどまあやっぱりこう選手の動く姿、うん、あ、躍動する姿をさ、はい、やっぱこう生で見れるっていうね、はい、だからファンも待ち焦がれてたというか、はい、まあ、最初そう見えてほっとしたけどね、うん、そう最初の試合、その最初の試合ほっとしたですよね、うん、だファンの方もできればやっぱり生であのパフォーマンスを見たいなっていう、で一緒にやりたいよね。そうそうそう、選手もファン、だからまあ球場とファンと一体化して、はい、あ、やっぱりこれがプロ野球なんだなというね、うん、感じはしたけど、やっぱ無観客って、うん、まあ確かにそのミットに入る音、打球音、はい、あ、ベンチからの声、すごくいいなって新鮮だなっていうふうに思ったけど、はい、やっぱファンあってのプロ野球だよ。ですね、うん、そう、なんか今年それが より濃く出てるシーズンなんじゃないかな、うん、そうだね。もし豊さんが今現役に戻れるんだったらホームランしたらどんなパフォーマンスしたらいいですか。豊さんだったらどうすこいはない。いや考えたことない。俺は社長にその出番くじかかれてるからさ。今だったら、今だったらなんかやりたいのあります？今だったら、アキラ 100% どんなの？お盆っていいでいいじゃない。じゃあホームラン、高木選手ホームラン戻ってきましたって、みんなでてい